こいつね、3番目持ってるな。さあ、行くぜ。とんでもねえラーメン叩き出すぜ。シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。両家の剣は芝生を使って剣の子やっていくってやつだぜ。さあやっと来たぜ、剣の子大敵せ。毎日毎日剣の子の敵性はどんどん生まれていってるけどよ、まあ、こいつは際立って強いって思ったんだけど、俺あの武速点の時も投げなしのオーブ使ってしっかり引いたし、今回もこれ2体引いて、まあ、友達がまあ用意してくれて、まあ、ほらワクワクついてんだけど、その友達が持ってきてくれたやつをモンスターレンタル書いてやってんだけど、結構なんだかんだ揃うのよ。やっぱり9の奥で愛されてるって感じなんだろうな。で、今回こいつはレーザーストップがついてて、もう十字レーザーのバーンダメージを防げたわけ。その代わり、アンチウィンドウはね、でもレーザーストップがそれを完璧に補ってくれるぜ。そしてゲージでアンチブロックでギミック対応。で、一番今回の目玉がこのハッターンで打てる選手、2周に1回は、こいつキラー持ちになれるってわけ。で、これがどんだけ食らうかも防戦で打って確かめていこうだねか。そんじゃ、アラミ玉、いつも通り右側に焼き入れセータス、頼むぜ。タギってタギって仕方ねえんだ。ステータス右側に押しとくぜ。そんで確認していくぜ。サムライバランス型、反射&ゲージ、アンチダメージオール、レーザーストップ。この今回アンチダメージオールは、この国にあのダメージオールは存在しないから全く意味がねえ。そしてレーザーストップは敵の十字レーザー、あの痛いダメージを防ぐことができるぜ。そしてゲージでアンチブロック、これでギミック対応。そしてアンチ元素壁、まあ、今回ここにもないけど、まあ、今後これ将来性あるってわけ。旧の国だけじゃねえ、こいつの活躍の舞台は。そしてストライクショットがターン8プラス8、最初に触れた敵種族に大ダメージ。で、今回これ結構ポイントで、まあ、倍率は左に書いてあるんだけど、まあ、要するに2段階目では3倍出るわけ、合計で。これがとんでもねえ威力で、まあ、弱点もつければボスにとんでもねえダメージが出せるわけ。すげえ楽しみこれ、まあ、本当にすごい。16ターンでそんな威力出るんだぜ、まあ、そもそもこの2週に1回にキラー持てるという時点でもう半端ねえ。そして友情コンボ、超強反射拡散弾 EL5、 そして副友情コンボバウンドボム。で、今回この両方ともすごく強いんだけど、9の5回友情もクソもねえから発動しねえ。全く意味がねえ、かわいそう。そしてラックスキルクリティカル、まあこれちょっと気をつけて。旧の国ではクリティカル、まあ、強いと思うんだけど、まあ、これウサギに触れた時にクリティカルの発動率爆上がりするから、マジそこだけ気をつけよ本当に。で、 HP が 23,102、 これは重心が中では普通よりちょい上かなって、上じゃないかなっていうぐらいの普通ライン、どっちやって感じの普通ライン。そして攻撃力が 27,643、 まあちょっと若干もうちょっと欲しい感あるけども、これはやっぱりターン8、2周に1回に打てる SS がキラー持ちになるから若干調整されてる感じ。そしてスピードが 390.30、 これは速い。バランス型でもスピードよりのバランス型で、オベロンで比較してみると、この動くで魔導士の間に挟まって次のステージとかで横横換した場合、まあスピード速いから、まあ、オベロンパワー型で減速率もあるからこっちの方が出るのね。攻撃力低いのにやっぱスピード速いから、この芝生の方がダメージを出すことができるぜ。まあその点では優秀。まあでも9の5ではやっぱパワー型の方がちょっと優秀なんだよな。まあ、理由としては結構入れ番する、まあ、ボスの横で弱点殴っててもバーって入れ番するし、ボス1の下のほらボスの弱点を下からどんどんどんついていく時とかも結構入れ番するから、まあ殴る回数が少なくてダイナミージを出せる方が優秀感あるから、まあこれ入れ番気をつけようぜってやつ。まあ今回のプランとしては SS を開幕打ってボスに大ダメージを与えて、まあ、あっという間にボス戦を終わらせてやろうってやつなんだけど、まあこういうスピードが速いモンスターはやっぱ事故があるから、キルの僕は。だから開幕 SS を打って事故らねえように、まあ、SS を消化していくと。で、まあ SS が重たいモンスターに関しては SS なるべく打たない方がいいんだけど、ラストに決めた方がいいんだけど、こいつの場合8ターンで出るから、まあ積極的に打った方がいい。だから開幕に打って、まああっという間にボスを削ってやろうってやつよ。で、こいつのライバルとしては、あの、カエサルとかいるんだよね。カエサルがやっぱ SS 早く打てるし、まあ、さらにすごいのが、あいつ弱点露出するわけよ。だから確実に弱点をついていける点がめちゃくちゃ優秀。まあでもこいつの場合レーザーストップあるから、まあそういう、まあ防御面も結構しっかりしてると。まあ事故がない可能性が、まあでもとは言っても一番気をつけなきゃならねえのが、まあデスステップ。あれ食らったら結構やばい。まあレーザーストップ、レーザーは防げるけど、ああいう風に引き寄せられて、ドンドンドンってくるダメージが弱いから、まあそこは気をつけようで、まああれ来る前に決めれば OK っていう感じ。で、今回ちょっと剣がめちゃくちゃ湧いてよ。かなり取ってるけど、まあ剣なしバージョンの SS もおまけに結構いっぱい入れてるから、
まあ、そっちもしっかり参考にしてくれよな。つうわけで、ボス戦やっていこうぜ。契約完了。よっしゃ、ボス戦やっていこうぜ。めっちゃ強いわ。あとは右弱引ければ OK って引けねえ。とりあえず剣持った状態どれだけ食らうか、2段階目横で打っていくぜ。よし、ぶちかませ。ぶちかますぜ。おら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 、裁くのは俺のエッセンスクリティカル半端ねえ。このパワー、マジかよ。弱点あったらもうあっという間だねか。で次は上弱来てくれたら一発で終わるのに。上弱じゃなくてもいけるか。さっきより体力低いもんな。あ、でもクリティカルあったか。おっしゃ、オッケー、いけた。こいつね、3番目持ってるな。さあ行くぜ。とんでもねえダメに叩き出すぜ。おい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 、このパワー、あいつ強すぎか。本当にボスあっという間に終わるぜ。で次が4番目か。上ジャックはさすがに来ねえだろうな、これは。いやー、やっぱそうだな。まあいいや、あと2回のうちで終わらせればいいか。そんじゃ行ってこい。このパワー、いや強すぎる。ああ、そうか、次1番目か。じゃあちょっと普通に弱点ついていくぜ。いいダメージ、いいダメージ。さあ次 SS を打っていくぜ。これでもう絶対悪い。OK! いや、普通に強かったんだけど、これ。うわ、これ、雑魚処理とか、ほんと8ターンでめちゃ強いんだね。オベロンとか、そういう他の敵と組み合わせると、ほんとに半端ない力を生み出すぜ。そんじゃ、おまけやっていっか。お腹いっぱいの服、簡単には渡さない服。契約完了。このパワー、これ結構ダメージ出せるんじゃない？おお、いい、強。さあ見ていくぜ、 SS の威力。ぶちかませ。おお、強い。このパワー強いけどビリ残し。でここで SS 打って、上下、上で右側に入れて大ダメージ出して聖騎士も倒していくぜ。わわわわわ、強い。しかもクリティカル、しかも魔導士まで倒した。半端ねえ、強くね。あ、ちょっとウサギ倒しちまったけど、これいけそうじゃね。右側、これちょっとさすがに右側いけねえ。 いけるんかい。おお、さあ行くぜ。 OK OK、 いい感じ、完璧すぎるぜ。でこれで右側に入れて突破できるよな、さすがに。ぶちかませ。このパワー、お、だ、や、だこれワクワクつけたらもっと強いだろ、本当に。そんじゃ SS 打って大ダメージ与えていくぜ。このパワー、ちょっと強すぎんじゃないんだこれ。またミリ残し。このパワー、よしょい、オッケー。つうわけよ、よかったらおめえらも試しあれ。こいつはめちゃくちゃ面白いぜ。今後将来性も半端ねえ。アンチ減速壁 SS8 ターンに1回は、2週に1回はめちゃ強い。あばよ、いいからそこに並べ、俺が焼き押してやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。
勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。泣き言って仕方ねえ。